局その温度をどういうふうに下げるかって夏場とかね、一定温度にするのがこの植物工場大変で、例えばその全体を冷やさなくても暑い時ね、根っこの部分だけ冷やしてもあんま変わんないんです。高松城の跡地に来ましたね。入場料200円。ブラジル体操123 223 323 423 523 623 72ラスト。ここに高松城があったのか、昔。このエリアが北浜って言うんですけど、はい、北浜エリア、はい、はい、がもう荒んでるんですけど、荒んでるんですか、あの、なんつったんやろ、廃れてるんですよ、はい、あのそれがちょっとでも良くなったんだなっていう夢があります。ああ、なんかどうにかしていきたいな。自分のお店だけじゃなくてこのエリアを全体をってことですか。結構この辺りカフェとか多いですね。ちょこちょこあるんですけど、もうなんかそういうところも一緒に過去のそう産物になってて、昔なおしゃれなエリアといえばここみたいな感じだったんですけど、あ、北浜エリアは、はい、そうそうそう、けども全然そんなのも15年ぐらい前らしくて、あ、そうなんすね。なんで靴磨きで世界一周しようと思ったか聞いていいですか。はい、消極法 で、はい、でどちらかというと世界一周したいと思って、うん、お金の面でやっぱり問題はお金やったんですよね、うん、あと2年くらい働いて貯金せなあかんなと思ったんですけど、うん、なんか貯金とにらめっこしながら旅するの嫌やなと思って、うんうん、世界中で働けることってウェブマーケティングとかホームページ作ったりしてる人もいると思うんですし、あとミュージシャンとかで音楽歌いながらやってる人とか、うんうん、なんか絵販売してる人とかもいるんですけど、僕にできることを消去法でやった時に、靴磨きって意外と世界中でやってないけどみんなが靴履いてるなと思ったのが、うん、スペイン行った時に思ったんですよね。バルセロナの前で革靴履いてる人結構多いなと思って、しかも日本風でジンベエとか着てやったらおもろにちゃうかって思って、最初はその小銭稼ぐために考えたんですけど、そのために勉強を始めた時にすごい面白くて、でなんか掴んでるものがまさに再生していく瞬間というのか、靴が綺麗になって、まあ、磨いたら綺麗になるし買った時も綺麗なんですけど、磨いた後っていうのはなんかそこに対してストーリーが生まれるなと思って、この話した内容とかも覚えてますし、僕は初めて職人さんで磨いてもらった時にそこに感動して靴磨き職人になりたいって思ったんですね。で世界一周を靴磨きの旅にしようと思ったんですけど、だったらまず日本一周だなと思って今日本一周をしてる最中なんです。なるほどですね。来年の3月1日って決めてるんですけど、一応3月を目安に。それもうどこからあのスタートするときの世界はアジアから行こうと思ってまして、西回りになるのかな、台湾かフィリピンで迷ってるんですけど、まだ最終的に決定してなくて、最初に英語圏から攻めるか、中国語をちょっと勉強したくて、台湾中国って連続で行きたいんですよね、はいはいはい、でも僕中国語、英語は少しできるんですけど、はい、中国語はできなくて、最初ちょっと英語圏行きたいなと思ってるんですよ。2日間お世話になったつまむさんです。ありがとうございます。ありがとう、またね。
はい、ありがとうございます。はい、あ、フルカラやな。香川であえて食うラーメンめっちゃうまいな。うどんだけちゃうぞと語りかけてきてるわ、器から。明石焼きですね。たこ焼きじゃなくて明石焼き。まあ昔たこ焼き屋で働いとった俺からすると、明石焼きとたこ焼きっていうのは結構ライバルなわけ。なんか阪神と巨人みたいな、両方折れへんみたいな、巨人から FA で阪神には絶対いかんみたいな、なんかそういうなんかライバル的な目に見えないメッセージみたいなルールがあるわけ。俺は両方好き、別にどっちが好き。マジで？すげえな。みんなも明石焼き食べてほしいなって思うわ。